ショーコがまたもやビートボックスのやばい新曲の動画を出したから、あのやばい新曲の新曲新曲新曲思いましたが、我々アジアのハート、そうアジアの心がこうあるとするじゃないですか。アジアチャンネルです。よろしくお願いします。我々何度か紹介させていただいている SHOW-GO ショーコというビートボクサーがいらっしゃるのはご存知ですか。いるんですよね。この世には触れちゃいけないものがね。その、ショーゴというね、まあもう天才ですね。またもや、めちゃめちゃやばい新曲をビートボックス、一口から出る音だけで作った新曲をですね、リリースしたので、今日はそのやばさ、いまいちわからない、そんな人のために、我々ヒューマンビートボクサーが解説をしていこうと思います。レッツ、解説。やったということでありまして、今日見ていくのが、これだ。ショーゴ、シルバー、ビートボックス、うん。これはですね、2022年4月22日にリリースされました、ビートボックスオンリー、デイブレイクというですね、ショーゴさんの、今のところ最新アルバム。そのアルバムの中から1曲 MV が出てるということです。このアルバムもマジでチェックしてくださいね。します。ありがとうございます。ということで、今日は見ちゃいましょう。はい。いただきます。うん。Listen to me, hope. ってなりますね、うん、声が綺麗すぎて。すごいロケーションね。え、本当にめちゃめちゃ綺麗な。どこだこれ。載せてましたよね、インスタで。京都のどっかでお寺さんになるわけですけれども、うん、こんな撮影できるんだね、うん、すごい。で、最初にやってた技が、まあ、本当にショーゴが生み出した技といいますか、ショーゴオリジナルのスキルでございますね、うん、もうそこからもうすでに個性的っていうのが、うん、ショーゴさんの強みですね、うん、いきます。はい。Listen to me, open your mind. Don't forget a sinner you see. Be honest with yourself. That's your self-advice. All time to, it's time to confirm. All time to, it's time to confirm. やば。待て。鳥が当たっちゃうよ、やばすぎて。めちゃめちゃやばい。まずね、ショーゴ、人にね、こう聞かせたときに、うん、やっぱり第一声に、うん、いや、歌がうめえと、いうのは皆さん言いますね。歌がうめえ。やっぱ魅力的だよね。すごい引きつける歌声をしてるというか、うん、自分の声の良さをすごい分かってる歌い方だと思いますね。かっこいい。単純に。確かに。本当に無理もしてないし、なんか飾って歌ってもないっていう感じも。うん、そもそも歌いながらビートボックスやるってめちゃめちゃ難しいことで、違和感ないんすよね。そこがすごい。発音とかもさ、結構ビートボックスと同時で歌う歌うと、うん、ちゃんと発音できないじゃん。うん。歌詞潰れるよね。そう。パーパルポニーボーブイデプトンビャープデプみたいな。いや、まあ、キャプタニアはこういうことです。潰れちゃうのに潰れて聞こえないっていう技術、うん、本当に歌いながらやってる感じだもんね、うん、There is no turning backされた形では初めて聞きましたね。そう、うん、確かに。いや、あんまりやってなかったし、うん、使い方も新しいよね、うん、でショーゴのすごいとこって新しい曲で絶対新しいことやってくるっていう、うん、絶対一驚きあるよね。あるね。それがまたやばい。確かに毎回進化してるっていう。そう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 。ショーゴの魅力って、うん、ビートボックスだけじゃないというかさ、うん、このビジュアル含め、うん、ロケーション含め、うん、
撮影方法含め動きに関してはなんかちゃんとビートボックスとリンクしてるからさ、うん、素晴らしい。やっぱショーゴってちょっと高めの音が得意なイメージがあると思うんですけど、おおとかプッとか、うん、おめっちゃ重いね、うん、なんかそこもねちゃんとクリアしてくるっていう、うん、なんか全然音軽くない、うん、超重いでも高音域の衣もめちゃめちゃキレがいいっていうのが、うん、なんか隙がないよね。で刻みもできるっていう、うん、何ができないんだよ。確かにできない部分を探すのが逆にむずい、うん、そうなんだよね。ここまで来ると、うん、その使い方になるのっていう、うん、ショーゴっぽいし、うん、もう本当にビートボクサーとしてもこんな使い方あるんだっていう衝撃、音楽好きな人にとっても、うん、口でこんなことできるんだっていうのもクリアしてて、曲に関してもすげえ綺麗だし、うん、歌声もすごい魅力的、ファッションについてもすっあービートボックスシーン以外から見ても、うん、すげえ新しい道を行ってるなっていう思ってると思うんですよね、みんな、うん、他のアーティストさんも、うん、ショーゴが新しい道を今、うん、めちゃめちゃ作ってる感じはしますね。そうだね。だって前まではドラムとして使われてたとかさ、そうだ、ね、パーカッションっていうサブの位置だったけど、うん、これはもうメインとして確立してるから、うん、ちゃんとそこまでのレベルまで行ってると思うし、うん、マジですごい。ただのパーカッションじゃないぞっていうブランドを作ってくれてますね、ゴーショーさん。ありがとう。感謝ですよ。Let's go up, don't feel overwhelmed. Oh, well, our lives. Save our life.いやマジで何個詰め込んでんねん。いやーやっぱマジでやばすぎてやばい、うんうん、ケースネアって音がめちゃめちゃ特殊なんですよ。俺らとちょっとやり方が違うんですよね。下の摩擦じゃなくてこう喉に直接当ててるやり方をしてるんですけど、その音がめちゃめちゃ特徴的だから刻みだけでショーゴってわかるっていう、その刻みパートもあれば流れが綺麗すぎるわ。もうダメだダメなんか悪いとこ一つもないね、マジで、うん、頭の中にもう楽譜じゃないけどさ完璧に入ってんだろうね。ビートボックスのルーティーンってそれがすごく難しい、うんうん、完全に曲として多分ショーゴは一音一音こだわってると思うから。ショーゴが言ってたんだけど、うん、レコーディングの段階で何十テイクもやるからそれで覚えるらしい。なんかもうそれが練習みたいなこと言ってた納得いくまで撮るからそれでルーティンも覚えるし音の質も上がるしみたいなこと言ってた気がしますね。なんか嫌ですね、もうなんか嫌ですもん。やっぱなんかそんだけやってるからこそ、うん、音と体がリンクしてるんだなっていう。ただやってるだけじゃないというか、うんうんうん、ちゃんと体から出た音って感じがする、うん、すごいな。でやつはね結構家であの適当に作ったものが世に出て嬉しいですみたいな言ってるけど、うん、その適当がストイックすぎるんだよ、うん、確かに本当に思いついたもので撮ってるんだろうけど、うん、ただその
制作までのこだわりっていうのがめちゃめちゃすごいと思うから、うん、もう間違いない作品になっているんでしょうね、うん、毎回ね。あーマジやばい。Listen to me, I'll open your mind. Don't forget the sinner you see. Be honest with yourself. That's your silver.素晴らしい。うますぎて若干落ち込んでしまう彼の新曲を見たわけですけれども、うん、しょぼしょぼ言う前に結論でも言ったらどうなんだい、みんなと思うぞ。いいと思うぞ。初めてやれた。結論を言いますね。はい、期待してます。いいですか、期待して、はい、とても期待してます。いいですか、とても期待してます。いいですか、すごいか、すごいすごい、早送りください。あー、ゲット！ショーゴーイズアート！ヒューマンビートボクサーとしての枠ではもう得ないというか、すごいですか、うん、はい。ビートボクサーはもちろんビートボクサー以外に対してこんな引きつけられるものを世に送り出してるっていうのを普通に個人としてもめちゃめちゃ尊敬してる、うんうん、なかなかできないですよこれ、うん、できないね。なんかほんとたまたま翔吾とはさ、うん、まあ育ってきた土地が一緒でさ、うんうん、結構昔から一緒にいるわけじゃない、うん、マジで人生っておもろいなと思う、うん、なんか芯はブレてないんだよね、でも、うん、本当に昔からただ純粋に好きなんだろうねっていう、うん、好きを突き詰めたゆえというかさ、うんうん、マジで毎日突き詰めてるというか、うん、昔の翔吾よりも今の方がビートボックス好きっていう感じは伝わるしさ、うん、愛してんだなと思いますね、うん、愛が伝わるよね、全てのアイテムに対して、うん、映像もそうだし身につけてるファッションもすごいっすね、愛だよな、うん、そしてこれ全部一人でやってるっていうね、うーん、もう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 いいもういい。もうそれも好きでやってるっていうね。そうだね、大変なことはないですみたいなこと言ってましたから、インスタで。いや本当にでもリスペクトですね、うん、単純に人間としてのリスペクトです、うん、ということになりまして、はい、翔吾さんはこんな動画やばいですけど現場のライブもめちゃくちゃやばいっていうね、うん、誰よりもかましていくっていう、うん、もう負けてられんなと本当に、ゆき友達、ゆき後輩、ゆきライバルとして、ゆきビートボックス仲間、チームメイトとしてですね、これからもよろしくお願いします。一緒にまた遊んでいけたらいいですね、うん、ということになりまして、はい、皆様生で見れる日がありましたらですね、ショーゴのライブゴー、そして音源もチェックしてください、よろしくお願いします、うん、お願いします。ビートボックス、ビートボックス、いやマジでマジすげえ、光明院というところだし、聖地巡礼巡礼、これ中入れんのかな。